今回はカピバラの飼い方をあやかちゃんに解説してもらおうかなと思います。まあ、実は飼育してみると意外と、まあ、繊細でかつ荒々しい動物なんだっていうのは。荒々しいですね。足つぶそうとしてますよ。なんかめっちゃコロコロ。獰猛だ。かわいい。これは獰猛だね、あやかちゃん。本当ですね。動画の撮影を妨害する。はい。とってもこの可愛さ。じゃあまずカピバラはどこに住んでるの？川、あそこです。川。変なのばっか吹き込んでくるんで全然です。信濃川。ピゴマ。カタカナのアマゴ川じゃない。うるせえ。やばいな。アマゾン川流域に住んでいます。ここ使われないといいですけど。余裕で使う。暖かい環境で野生の個体は暮らしています。ずっとカピバラには水が必要なんですよ。水の近くとかでトイレしたりとか水の中でもしたりとかするので、それぐらい水は大切です。でうちのバイオパークではこんだけ広い池があって、まあ、今ももう泳いでる。結構潜れるよね。潜れますね。カピバラが泳げるぐらいの水深はあるので、歯が結構鋭いんですよ。ご飯の時は、かぼちゃとか人参とかキャベツとか、生のまま揚げても、普通に噛めるぐらいのしっかりした歯を持ってるので、硬いものを料理することが必要ですね。そう。伸び続けるからじゃない。鋭い歯だから、疲れるのには注意しないと。歯が伸びるから、硬いのを食べさせない。今の使うの。他にも地面かじったりとか、はい、石かじったりとかするんですけど、まあ、そういう食べ物とかでもそういう削れる要因っていうのを作ってあげないといけないので。結構石かじるもんね。石があった方がやっぱ効果的に歯が削れるんじゃないかな。カピバラって長いんですよ、このヒュースっていう僕らの奥歯、うん、だからそこの歯を削るにはもう食べ物とか石とかでしか削れないんで、うん、そう、意外とこれ筋肉質なんだよね。腸が長いので、草食獣なんで僕らの内臓と比べてものすごく内臓自体がもうでかいっていうので、こんなポチャポチャして慣れしくちょっとあるかもしれない。結構ありそうですけど、カピバラ結構走ると速くて、喧嘩してるか現地では天敵から逃げるかのもうどっちかなんで、だいたい時速30キロから40キロ、まあ、そういう場面に立ち会った場合、まあ、怪我する恐れがあるよ。野生のカピバラとかは群れで生活している。一頭で飼うんじゃなくて複数頭で飼うことがベストなのかなと思います。朝と夕方に1回ずつあっちの方に1頭でいるオスがいるんですよ。1頭がキュルルルルみたいな感じで鳴き始めたら、そしたらみんなでそっちのオスの方に行くっていう行動をしたりとかするので、そういう群れで生活してたらそういう行動が見れたりとかするので、広い環境で大きい水があって複数頭で飼える環境があればベストなんじゃないかなと思います、うん。はい、今カピバラの動物種でいうとご家庭で飼うっていうのに対しての規制はないんですよ。飼えはできるけど、まあ、カピバラにとってちょっと物足らないというかベストな暮らしっていうのはできないと思うので、一番いいのはバイオパークの動画を見ていただいたり、あと直接来ていただいて触れ合ったりっていうのが一番いいのかなと思います、はい。動物園に来た際のカピバラの触れ合い方をレクチャーしてもらいましょう。まず手を近づけると手を噛んでしまう恐れがあるので手を近づけない、口に突っ込まない、カピバラに乗らない、お子さんが乗ろうとしてたりだとか、そういうことがあるので、カピバラ起き上がるの意外と早かったりとかするんですよ、びっくりすると、うん、はい、攻撃してくることあると思うんで、まあ、噛まれたりとかね、まあ、びっくりさせることは基本にはやらないでもらった方がいいよね。はい、この子たちもかわいそうだし嫌な思いをすることになると思うので、うん、展示場内で走らない、大人の方がお子様にしっかりついていただいて怪我を事前に防ぐことが大切ですね。餌食べてる時はちょっと注意がね。そうですね、2頭以上で食ってる時かな、1頭で食ってる時は大丈夫だけど、はい、2頭以上で食べてる時は。バイオパークだと竹を売ってるんですよ、
あの売り餌として一頭食べてる時に途中から近づいてきたりとかするんですよ。その時に餌の取り合いとかをするのであ、こういう時ですね。ここでその状況が起きるのか、はい、これです、はいはい、びっくりしてっていう早い動きをしたりすることがあるので、まあ、不安な方がいたら、もう一頭近づいてきたってなったら餌をやめるのを中断して他の子にあげたりだとかしてくださいやめるのを中断するあげるのを吸って食べれないように上あげたりとかして、他の一頭でちゃんといる子にご飯あげたりとかしてください。と一緒にいる飼育員の僕たちでさえも怪我する恐れっていうのは本当にあるんで、そこを注意しつつ触れ合うようにしていただきたいですね、はい、はい、もっと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 知ってもらいたいのコーナー。ブラジル出身の、まあ、日本在住の方、この現地のカピバラについていろいろ聞きました。ブラジル人としてこんなにカピバラが可愛がられてるっていうのが不思議でたまらない。なんでですか。海外でタヌキめっちゃ可愛がられてるみたいなっていう感覚ポルトガル語ではカピバラじゃなくてカピバラ、カピバラそういうことですよね。まあ日本じゃ考えられないんですけど、食べる方もいるけど、豚とか、まあ、牛とかあんな感覚の、まあ、メジャーな肉ではない、まあ、市場でたまに売ってあるのを見るみたいな、まあ、カピバラもいざとなったら立ち向かってきて危険っていうのもあるし、そのネズミの仲間なんである程度あの病気を持っているんで触るなっていうのはその小さい時から教えられるらしいっていう感じらしいです。カピバラの倒し方2022、一番いいのはこういう風に座ってる子ですね。もう転がりそうだけど、まだ待って、まだ待って手みたいな状態にいる子が一番倒しやすいのかなとは思います。今毛はこのペターンってなってる状態なんですけど、一番気持ちいいって言われる場所はお尻とか腰とかそこら辺です。なんですけど、私はカピバラの気持ちがってる顔を見たいので、だいたい耳周りとか、あとここのほっぺた、目は絶対に触らないでください。触るとだいたい気持ちがあって気持ちがある、うん、気持ちがある言えますよ、うん、触っていくとさっきペタンってしてた毛がどん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 逆立ってくるんですよ、うん、わかるかなこれ。この逆立ってるのが気持ちいい証拠なので、このまんまどん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 かわいい、どん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 可愛いな、触っていきます、うん、だからお尻とか触っても毛が逆立ってない状態だと、まあ、リラックスできてない状態。カピによって違うんですよ、ポイントが。スタッフがいたらその人にどの子が倒しやすいですかって聞いてもらうのもありです。私的にはなでしこと凌介は秒で倒せるなっていう自信があるので、誰が倒しやすいか。おお、倒せた、倒れた。適当にバーって触ってるだけじゃなくって、私は気持ちいいねってなるんですよ。わかりますか、この気持ち、この意思疎通をしてる感じの時が一番倒れやすいので、だから自分も楽しんでそういう風に触ってあげるっていうことが多分カピバラにとっても伝わると思ってるんですよ。勝手にどんどん変わってくるほどうわーってなるんですよ。なんで表現したらいいかわかんないんですけど、本田さんは多分カピバラと一体となってるんだな。食べないのはご飯食べてる時、あとは寒すぎる時、雨の日も倒れにくい。この間伊豆にって思ったんですよ。バイオのカピたちは僕たちといることがまあ当たり前になってるんで、こんな感じで他の動物園では触れ合いしてないカピバラもいるんで、バイオパークじゃないところのカピバラをいきなりガーってやったりしてもそんなにはならない、うん、そうですね、ほぼ多分逃げるんじゃない、うん、結構不遇だよね。そもそもは動物園のカピバラの雰囲気っていうのを見てから判断するっていうのが必要ですね。で、まあバイオパークでも個体によっては触られるの苦手な子もいる。あとゴロンしない子もいるので。全然ゴロンしない。個体の個性、性格を見てカピバラ側に人間が合わせるっていうのをしないといけない。だからいろんな動物園に行ってみるといいかもしれないですね。
早くいろんな動物園行きたいですもんね。群れで生活するなりの大変さもあるしね、はい、折り合いとか、そこがやっぱり一番難しいよね、折り合いがね、めっちゃむずいです、うん、あのご飯の時に見ていただくのが多分日頃の動画でわかるんじゃない、ひなせとバター仲悪いとか、うん、群れっていう構成はそういう仲が悪いとか絶対にあるんです。でそこを保ちつつも個体の状態をベストな状態で飼育をしていくっていうのが難しいかな、うん、折り合いを考えるとすごい憂鬱になりますもん、うん、彩香ちゃんは日々頑張っております。そうそうそう、どうしましょうってなりますもん、心配なんです、その動物の適した環境っていうのがそれぞれあるんで難しいので、ぜひ動物園に足を運んで楽しんでみてはいかがでしょうか。結論、難しい飼育は難しい。結論、ちゃんと彩香ちゃんは仕事してる。心の動画も、まあ、そういう裏があるんだなっていうのを意識しつつ見てるとまた違った見方ができるんじゃないかな。彩香ちゃんに限らずですけど、動物の飼育員ちゃんと考えてんだなっていう思った方はぜひグッドボタン、まあ、この飼い方シリーズの動画に関してはちょっと飼育員にも見てもらおうかなと思ってるので、まあ、ぜひなんかカピバラについての質問があればコメントに書いてください。チャンネル登録されてない方はチャンネル登録お願いします。どこだよ。じゃあバイバイ。マックなんですよ。マックなんです。これなんかマックの福袋があるんですよ。へえ。で、マック好きなんだ。マック好きです。へえ。なんか、二人羽織でさ、後ろで春子くんが喋ってるみたいな絵の方が面白くてよかったかなと思って。皆さんも、カピバラ可愛いなと思ったら、ぜひですね、このバイオパークに行って、カピバラを可愛がってください。かわいいなでしこ。足がしびれてる、そっち。なでしこ、足そっちしびれてる。なでしこは乗ってるからね。こっちしびれたの。ほら。ほら、私の足が痛いよって言ってるよ。ビルビルひどい。鳴き声がいいね。あ、これね。あれやる？ああ。あ、似てんのかな。あ、なんかちょっと一瞬。うん。うん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 、そういう感じね。うわうわ、もう最悪、それ最悪。なでしか足しびれとるのに、しびれと足にきつい。かわいいなでしこ。ねえ、もう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 、足足足足足足、私しびれとるって言っとるじゃん。かわいい。いや違うんですよ、かわいいとかじゃないんですよ。私の足の心配をしてください。あ、ちょっと。もう、しびれて、動けないの。それでもなお。顔をうずめるぐらい。なでしこ、もう、大丈夫かな。かわいい。